¡Yo! 史上最強サイボンクロちゃんまたまた登場、ミックマタタビコ太郎コンサラミ、パワフルクロちゃん行ってみよう。あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルニャー、完全無欠のパワフルブルブルグルグルハーグルグルマー、あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルニャー、ネコネコクロちゃんパワフルブルブルかっちょいい。ヘイゴー、今日もまたまたしそう、結構ネコこれなかなか強いぞ。ヘイヨー、せーのでこけてご愛嬌、戦闘はクロちゃん、あいよー。正義のパンチ、セイホー、もう一丁キック、セイホー、ピープアーユーレディーゴー、オーライ、もう一回クロちゃん今日も無敵、ボーオーライ。だからみんなも、だからみんなも、なんか寂しい時、なんか困った時、やつの名前を呼んでみよう。だけどあっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルニャー、完全無欠のパワフルブルブルグルグルハーグルグルマー、あっちもこっちもトラブルブルブルグルグルヤーグルグルニャー、ネコネコクロちゃんパワフルブルブルグルグルハーグルグルマー、いつでもどこでも笑ってスルスルグルグルヤーグルグルニャー、涙を拭いてもちょっぴりうるうるグルグルハーグルグルマー、でも明日に向かって全身あるのみ、くる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 、ネコクロちゃん発進だ。あら、じいさんばあさん2人でお出かけってことは、クロちゃん、ナナちゃん、マタタビくんはお留守番ってことかな。風が拙者を呼んでいる。そろそろ潮時かもな。また旅に出るか。この家は拙者のような女嫌いのロンリーキャットには向かないし。そういや、キッドのやつはこのままナナと初体を持ってマイホームパパになるつもりなのか。かっこ悪いぜ。クロのバカ。大変。もう一度。来ました。ははは、女の怒り、思い知ったか。クロちゃん、大丈夫？なわけにいいだろう。なら。何よ。いい加減しなさい、汚れんだよ。どうぞどうぞ。よし、やる気になったのね、望むところよ。あいつらあれでもラブラブなのかよ。かめよな。上からとは卑怯だぞ。天才に卑怯がひたすれもないのよ。やめろ。いい加減にしねえか。この家が壊れたら誰が建て直すと思ってるんだ。死ぬもんですか。邪魔するな。ダメだ。いや、クロとナナの喧嘩。暇ですね。いいじゃないか、暇だってことは平和だってことだよ。おーい。ん？お？平和が乱されそう。キッドとナナが派手な喧嘩を追っ始めちまった。仲のいい証拠だよ。そんなもんじゃねえんだ。このままだと隣近所まで迷惑するぜ。ほっとけほっとけ、カップルの喧嘩は猫も食わないって言うだろう。でも面白そうじゃない。釣りにも飽きてきたとこだし。ほっとけないかもね。行きましょう。ミー君が行くなら。ああ、こら、拙者を置いていくな。どこ行くんだ、みんな。いいところへ、めぐみちゃん。
喧嘩？面白そう、急がなくちゃ。火事はどこなんです、めぐみさん。喧嘩の火を消しに行くのさ。派手にやらかしてくれたな。でも、もう終わったみたいな。ガトリング砲は弾切れのようだね。おかげでこれ以上近所迷惑にはならないです。どうするんです、めぐみさん。喧嘩の火を消しに来たんでしょ。水かけてみたらどうだろうね、めぐみさん。めぐみさん、それよりも。え、泣いてた。なんだ、滑っただけだ。勝負はこれからだ。そう来なくちゃ。はい、そこまで。ナナちゃん、抑えて抑えて。クロ、相手は女の子だぞ。そうだ、ちょっとは手加減してやるのが男だぞ。手加減してやる？女の子だから？聞き捨てならないわね。そうよ、喧嘩に女も男もないわよ。女の子を差別するつもりなの？別にそんなつもりはないけどね。普通、女の子は男より優しいし、か弱いっていうことになってるから。黒のように本気になっちゃうと女の子がかわいそう。かわいそう？それこそ女を差別してる証拠よ。そうだそうだ。何一つになってんだ。一郎、あんたはどう思ってんの？もちろん、めぐみさんと同じ意見です。あたい、黒ちゃんが謝るまでこの喧嘩絶対やめない。そうよ、やめることないわ。よし、こうなったら私はナナちゃんの味方する。私もというわけだ、クロノスケ、覚悟しな。はいはい。となると、僕たちとしてはクロの味方をすることに。そうでないと不公平だもんね。僕も男の子としてこっちに入ろうっと。よし、ここでは近所に迷惑がかかるから場所を変えて1時間後にバトル再開だ。よろしい、こうなれば女の子だって容赦はしないぞ。何？全く分かってないおじさんね。やっぱり男の方が偉いと思ってるんだわ。そんな風だから、いつまで経ってもお嫁さんが来ないのよ。ミー君傷ついたよ。そのことはタブーだったんだぜ、ナナ。ごめん、反省。となったら早いとこここから出てってくれ。拙者が作業するのに邪魔だ。またたびはこのバトルに参加しないの？ここの後始末、拙者がやらずに誰がやる。結果は後で見に行ってやる。何気取ってんだが。えいえい、うお、えいえい、おー。とにかく本当の男の強さを見せつけてやらないとな。でもどうやって？どうしよう。まあ、相手の出方を見てから決めてもいいんじゃないの？そうだよね。あの子たちが何と言おうと、所詮か弱い女の子たちだもん。余裕ですね、博士。また女の子たちに怒られそうなセリフだけど。でも向こうには知恵子がいる。そうか。見くびるとひどい目に遭いそうだね。なんかアホらしくなってきたな。女の子の底力を見せてやるのよ。その息その息。ちえこちゃん、少しは手加減しだよね。うん、そうしたいんだけど責任持てないわ。これは女対男の戦いよね。もちろん。は？え、な、なに、みんなどうしたの？男の人がここにいるのは不自然よね。そんな。
先生はだね、男とか女とかは関係なく、めぐみさんの命令に従って。そう、不自然だ。え？一郎、あんたは向こうの陣営に行きなさい。ああ、そんな、釣れないっすよ、めぐみさん。ああ、がっくり。もう僕のことなんか忘れて、なんか腹立ってきたな。よしよし、そろそろ時間だ、出かけようぜ。なんだか変な感じになっちゃったけど、クロちゃんが悪いのよ。うっせえな、火事か。めぐみの消防車。大変だ、起爆装置が。5 4 3 2 1。やってるな。師匠！お、探しましたよ。何やってんですか、こんなところで。おめえは向こうの味方じゃなかったのか。言わないでください。僕も男だ、男子の面目を見せてやるんです。何だその男子の面目ってのは。まあもうとにかく陣営に復帰しましょう。勝手にやらしとりゃいいんだ。そうはいきません、師匠は旗頭なんですから。もう一件落着？あっけないわね。感じるわ、まだクロちゃんは無傷よ。なに？クロちゃん、降伏しなさい。ナナちゃん、もうクロちゃんたらひどい。オイラをやっつけなきゃ勝ったことにはならないぜ。クロノスケ、別行動取ってやがったのか。クロちゃん本気になっちゃってるみたい。相手にとって不足はないわ。クロちゃんとナナちゃんの喧嘩はとんでもないバトルに突入してしまった。さてどうなる。待て、後半。師匠、早いとこやっつけて、あいつらに男の強さを思い知らせてやりましょう。男の強さとか男子の面目とか、鈴木お前ちょっとおかしいぞ。あーそっか、めぐみに追い出されたんだ。何やっとるんだ、クロのやつは。早いとこ降参させちゃえばいいのに。せめて千恵子ちゃんの気をそらしてくれれば、これが使えるのに。命中。そこにいるのは一郎だろう。ぎくさっさと降伏しないとびしょ濡れにしちゃうぞ。めぐみさんにそう言われると降伏したくなっちゃうの。なじゃないよ、一体どっちの味方なの。先生は君たちの味方だよ。おい、どうした、早く降伏しろ。なめんなよめぐみ、びしょ濡れはそっちだぜ。かかったな、クロノスケ、近づくのを待ってたんだ。チェコちゃん、オッケー。やった、これでこちらの勝利は間違いなし。やってくれたわね。え、クロちゃん危ない。うわあ、クロちゃん、クロちゃん、クロちゃん。あ、私どうしたのかしら。クロちゃんを吹っ飛ばしたのよ。ちょっとやりすぎだったよね。まあ相手がクロノスケだからよかったけど。そうか、なんかやったとは思ったけどコントロールできなくて。あら、ここはどこ。まあこういうこと、ちょっと油断だったよね。男の子たちはどこ。あそこよ、千恵子ちゃんのパワーが怖くて近寄れないのよ。ずるいわね。まあ男なんてそんなものよ。さすがは人生の先輩。
男のこともよく知ってるのね。うるさい、大人をからかうもんじゃないの。女子たちに告ぐ、無駄な抵抗はやめて直ちに降伏しなさい。大丈夫、あんたたちに降伏するぐらいなら郷博士と同じ頭になった方がマシよ。ピエーミー君傷ついたよ。さすがはめぐみさんだ、ギブアップしませんね。えじじじ、あの僕師匠を探してきます。誰が降伏なんかするもんですか。でもどうしたらいいの、このままじゃ手も足も出ないわ。諦めるにはまだ早い。ちえこちゃん、どっかから助っ人を呼べないかしら。うん、やってみる。静かになったな、女の子たち。ね、ゴーくん。はあ、あ、いたの、助っ人が。だんだん見えてきた。近いわ。呼んでくれ、そいつを。いや違うと思う、クロちゃんの怒りは最高ぶち切れマックス状態なのだ。あー、クロちゃんが、クロちゃんが新放送クロちゃんにチェンジした。クロちゃん、あー師匠、食っちまうぞ。とにかくこの際網を下ろして千恵子ちゃんにフロッセを止めてもらいましょう。どうやって。僕がおとりになる。ミク食っちまうの。今のうちに網を。スケちゃん、クロちゃん、クロノスケ、やめろ。ダメよ、エネルギーを使い切るまで誰にもクロちゃんを止められないわ。やだ。できるなら最初からやってくれればよかったのに。ごめん、自分でもよくわからないの。いいさ、千恵子ちゃんのおかげで助かったことに変わりはないんだ。いやー、痛い。クロちゃん、やられた。勝負はこれからよ。しつっこいな。じゃあ降伏する？誰がするか。戦闘再開。そんなずるいよ。あおー、ダンク、リベンジだ。アジトの近い水域取っちまうぞ。降伏します。同じく。そう来なくっちゃ。平和後回しってね。あ、
暴走クロちゃんはエネルギーを使い果たして停止した。クロちゃん起きて。どうやら収まったらしいな。また旅。ところで一体何が原因で喧嘩になったんだ。あたいが編んだセーターをクロちゃんが着てくれないから。はい。ほらぴったり。あ、なんだよ年な。ひえ、なんだそれ。クロちゃんのセーター、あたいが編んだの。おいらのセーター。耳も寒くないようにしてあるのよ。そんなもん着られっか。え、着ないの。あたいがこれ編むのにどんだけ頑張ったと思ってるのよ。黒のバカ大成功の。そんなことであんなになっちゃうのか。ごめんね黒ちゃん、あたいが悪かったわ。よう、キッド。何してんだ、お前ら。諦めの悪い連中ね。大丈夫、もうミサイルはなくなるわ。博士、ミサイルがなくなりました。どうする、ゴー君。こうなれば、この体一つで突撃あるのみ。本気なの、ゴー君。いや、行ってみて、デッキ。そうだろうね。やめろ。あたいとクロちゃんは仲直りしたの。だからもうやめて。本当？嘘。ほらね、見て。何すんだ。たく、誰のせいでこんな大騒ぎになったと思ってんのよ。そんなこと知るか。お前らが勝手に始めたんじゃねえか。こうして人騒がせなナナちゃんとクロちゃんの喧嘩を大集結したのだった。あらら、ラブラブなのかな。待て、次回。また来た。やーやーやー、オイラたちの活躍にみんな期待してくれ。